第3次マラーター戦争は1817年から1818 18年にかけて北インド、中央インドで行われたイギリス東インド会社とマラーター同盟の間における戦争。この戦争はマラーター戦争最後の戦争であり、イギリスとマラーターとの最終決戦である。イギリスはこの戦争によりマラーター同盟を完全に解体させ、デカン及び中央インドを制圧した。 戦争の結果として、マラーター王国とマラーター諸行はイギリスに従属する反王国となった。なお、これと並行してピンダーリー戦争が行われた。1805年のインド先の第二次マラーター戦争は、ホールカル家の党首ヤシュワントラーをホールカルの奮戦により、イギリスと互角に戦い抜き、1805年12月に講和が結ばれて終結していた。だが、 その平和も10年足らずで、すぐに打ち砕かれることとなった。まず、1811年に、イギリス打倒のために日々心血を注いでいたヤシュワンと、ラーをホールカルが突然死したのだった。後を継いだのはまだ幼少の息子マルハールラーを、ホールカル2世だった。次に、1806年初頭に、ホールカル家、シンディアや、ボーンスレー家の領土をはじめとする中央インドが、 無政府状態となり、マラーターの補給部隊である盗賊、ピンダーリーが急速に勢力を拡大した。彼らは、マラーター戦争で職業を失った軍人を引き入れ、シンディア家やホールカルケと組み、富を求めて、イギリスの植民地を毎年のように略奪した。そして、最後は、マラーター同盟の内紛だった。1802年に、マラータ王国の最小バージーラーを二世は、 イギリスと馬ーン条約を締結し、マラーター諸行の反感を買い、第二次マラーター戦争の原因を作ったが、またしても同じ過ちを繰り返そうとした。1814年、バージーラーを2世の最小布とグジャラートのガーイクワード、ケとの間で、グジャラートの重要都市、アフマダーバードをめぐる争いが起こった。ガーイクワードケは、イギリスと友好条約を結び、 第二次マラーター戦争にも参加していなかったマラーター諸行である。そして、その朝廷はイギリスによって取り行われることとなった。だが、1815年7月14日にガーイクワード家の派遣された施設ガンガーダルシャーストリーをバージーラーをに世の家臣が殺害してしまう。暗殺したその家臣はイギリスによって逮捕され、ボンベイに投獄された。しかし、 1816年9月にこの家臣は脱獄した。バージーラーを2世は彼に資金を援助し、シンディア家の当主ダウラトラーをシンディアとホールカル家のマルハールラーをホールカル2世に対して拒兵してイギリスに共同で立ち向かうこと提案した。マウント・スチュアート・エルフィンストーンこの動きはイギリスに察知され、1817年6月13日にバージーラーを2世に対して、 新たな条約プネ条約を押し付けた。これは以下のような内容だった。いかなる場合においても、イギリス以外の外国との外交交渉を行ってはならないまた、それを保障するために外交施設を他国に派遣すること及び、他国の外交施設を受け入れることを禁じる外国との交渉は、イギリス東インド会社の駐在官を通してのみ行うことこれは形式上においても、 実質的においてもマラーター同盟の解体を認めさせるものだった。また、イギリスが当時推し進めていたインド諸行の反王国家そのものであった。条約締結後、イギリスの駐在官マウント・ステュアート・エルフィン・ストームは、バージー・ラーを2世に主力である騎兵隊を解散するように要請し、彼は騎兵隊を解散した。だが、バージー・ラーを2世は騎兵隊をいつでも出動できるようにしており、 すでに7ヶ月分の給料を支払っていた。また、その武将バーップーゴーカレーに戦争を準備させていた。その一方、彼自身はイギリスの目を盗み、シンディアやホールカルケ、ボーンスレーケに同盟を要請した。10月19日、バージーラーを二世はヒンドゥーの祭礼を祝った。この時、彼の騎兵大隊はイギリス側のセポイを攻撃しようとしたが、 土壇場で止められたという。これはエリフィンストーンに対する威嚇でもあった。もはやイギリスとマラーター同盟の争いは避けられないものとなっていた。マラーター側は戦争の準備を進め、全軍で不評8万1000兵、騎兵10万6000兵、589門の大砲を用意していた。その兵力の内訳は、最小バージーラーオニセイは騎兵2万8千兵、 不評14000平、大砲37門とマラーター勢の中では一番で、ホールカル家は、騎兵2万兵、不評8000、大砲107門、シンディア家は、騎兵15000平、不評16000票、大砲140門、ボーンスレー家は、騎兵15000平、不評18000、大砲85門であった。トーンクの、ナワーブであるアミールハーンも、 マラーター側につき、その兵力は、騎兵1万2000兵、不評1万兵、大砲200門であった。これとは別に、マラーターの諸侯は、ピンダーリーの首領らとも連携をとり、その軍勢も、また大軍であった。ピンダーリーの数は、シンディア家に味方するピンダーリーが2万、ホールカル家に味方するピンダーリーは2万5千0 0人であった。 バージー・ラー・オニセイイギリスはすでにピンダー・リーの総統に当たっていたが、11月5日に、最小バージー・ラー・オニセイは、武将バーップー号カレーに、プネー近郊のカルキーにあるイギリス駐在艦艇を攻撃させ、ここに第3次マラーター戦争が始まった。だが、マラーター側は圧倒的に多数であったにもかかわらず、この日の戦いは敗北を喫した。時を同じくして同日、 イギリスは、シンディアやグアーリアル条約を結び、その国家の安全を訳す代わり、ピンダーリー総統を協力させることにした。その10日後、11月15日にトーンクのアミール・ハーンも、イギリスと軍事保護条約を締結し、同様の措置が取られた。これにより、イギリスはピンダーリーへの本格的な総統へと乗り出すことになる。マラーター側は、 初戦の敗北と裏切りにおける戦力の縮小に気落ちし、デカンでは次々に最小側の拠点が落とされ、11月17日にはイギリスはプネーのシャニワールワーダーに入場した。11月26日、ボーンスレー家の当主マードー・ジー・ボーンスレー2世はシーターバルディでイギリスに敗北し、翌1818 18年1月9日に軍事保護条約を締結しなければならなかった。 12月21日、ホールカルケの軍隊もまたマヒドプルでイギリスに敗北し、1818 18年1月6日に、軍事保護条約、マンドサウル条約を締結している。こうして、次々とマラウター諸行が戦線から離脱していく中、1818 18年1月1日に、最小バージーラーオニセイは、高齢ガオンでイギリスと戦ったが敗北。この戦いでは、 不可植民であるダリットがイギリス軍を支援し、指導者層であるゴービンドラーをゴーカレーといった武将を戦死に至らせるカースト制度を揺るがしかねない展開となった。バージーラーを二世はなんとかショーラープルへと逃げたが、ここからずっとイギリスに追われながらの小競り合いを続けることとなった。二月七日、イギリスはマラーター王国の首都サーターラーを占領した後、入場し、マラーター王。 クラタップシングを保護下に置いた。2月9日、イギリスは、バージーラーを二世を追い、アーシュティに追い詰めたとき、バープーゴーカレーは彼を守るために、自らの命を捨てた。バージーラーを二世にとって、有能な将軍であるバープーゴーカレーの死は大きな、痛手であった。4月までにプランダルとシンハガドが占領され、バージーラーを二世は長引く、追撃戦に疲弊し、6月3日についに、 イギリスに降伏した。各して第三次マラウター戦争は終結した。1823年のインドバージーラーをニ世が降伏文書に調印したことにより、マラウター同盟は名実ともに消滅するところとなった。バージーラーをニ世は最小府の領土を没収された後、カーンプル近郊のビトゥールに追放され、そこで年金受給者として暮らすこととなった。一方、 マラーター王国とマラーター諸国の領土は反王国となり、イギリスの間接的支配の元領土の支配を許されることとなった。また、シンディア家やホールカル家の支配下に置かれていたラージプート諸王国とも軍事保護条約を締結し、1818 18年末までにこれらも反王国化した。イギリスはインド最大の政治勢力であるマラーター同盟を 滅ぼしたことにより、広大なインドの領土を支配するところとなり、インドの植民地化は大きく進んだ。残る勢力は、北西インドの四苦王国だけがインドにおけるイギリスに対抗しうる、唯一の勢力となった。ありがとうございます。